源義朝、源義朝は平安時代末期の川内源氏の武将、源ため義の長男、母は白河院近親である藤原忠清の娘、源頼朝、源義経らの父。源義家の死後、川内源氏は内紛によって、都での地位を調落させていた。都から東国へ下校した義朝は在地豪族を組織して、 勢力を伸ばし、再び都へ戻って、下野守に任じられる。東国武士団を率いて、方言の乱で先行を上げ、左馬頭に任じられて、名を挙げるが、三年後の平時の乱で、藤原信頼方に組みして敗北し、東地のビル道中終わり国で家人に裏切られ、暴殺された。保安四年、千百二十三年、白川院政の時代、ストク天皇が即位した年に、 源のためよしの長男として生まれる。母は、白河院の謹慎で、淡路守る藤原忠清の娘。かつてとの武者として、名を馳せた川内源氏は、一族内紛によって凋落し、七ためよしも自身の問題行動によって、白河院の信頼を失い、家には低迷して逼迫している状況にあった。なお、従来、ためよしの系統が、 川内源氏及び生は源氏の着流であったとの見方がされていたが、近年ではこの系統が着流扱いになったのは後年鎌倉幕府を開いた、頼朝が自分の血統を着流だったと主張た結果に過ぎず、実際には川内源氏及び生は源氏は、それぞれの系統が独自の道を歩み、各系統の上に立つ着流というものは存在しなかったという見解もある。 そのような時世の中、義朝は少年期に東国、関東地方に下校したとみられ、上佐氏等の庇護を受け同地で成長した。その際、義朝は上佐恩蔵氏と呼ばれた時期があるがこれは父、ため義が暗黒の丸送り屋を伝領していたことからその地に移住し、その後は安在氏、三浦氏、上佐氏の連携のもとに義朝は安房から、 上佐国に移り上佐氏の貢献を受けるようになったことによるものと思われる。そのため父とは別に東国を根拠地に独自に勢力を伸ばし、相馬ミクリア、大場送クリアなどの支配権をめぐって、在地豪族間の争いに介入し、その結果、三浦義明、大場影義ら有力な在地の大豪族を参加に収まる。長男、義平の母は三浦氏ともされ、 相模の大豪族である旗野氏の娘との間には、次男、友長を設けるなど、在地豪族と婚姻関係を結んだ。また、六尾、のりよりの母は、東都海国池田塾の遊女とされ、長男、吉平の母を、同国橋本塾の遊女とする、尊卑文脈の説、平治物語に登場する、摂津国江口塾の遊女の娘とみられる、高校福娘など、 遊女との間に子を設けたとする話が多いが、これらの宿場はいずれも交通の要衝であり、遊女と称しても実際には単なる芸能民ではなく、地元の有力者の子女であったとする説がある。川内源氏の主要基盤が東国となったのは、この吉友の代であり、高祖父の源のより近い来ゆかりのある鎌倉の亀ヶ谷に館を構え、亀ヶ谷殿、特に、 相模国一体に強い基盤を持った。しかし、義友の勢力伸長は、関東の他の源氏、特に下谷国の足利に本拠を置く義友の叔父、源、ヨ国の勢力と武蔵国などで競合することとなり、緊張を生んだ。その両者の緊張は、義国と義友が同盟を締結し、盟友となることで、解消され、義国の子、義康と相イ子となるなど連携を強めた。 吉友は20代前半で南関東の武士団を統率する地位を確立し、その活躍が都にも知られるようになったことで、中央進出への足がかりをつかんだ。長男の吉平に東国を任せて都へ戻った吉友は、旧安三年、1147年に、正室で厚田大宮寺の娘、由良御前との間に、着男、三男の頼友を設ける。 陰近神である妻の実家の後ろ立てを得て、戸場院や藤原忠道にも接近し、二平三年、千百五十三年、三十一歳で、十五位した、下野守に任じられ、翌年には右、馬之助を兼ねた。川内源氏の受領就任は、源義近以来五十年ぶりのことであり、義友は警備氏に過ぎない父、た名義の立場を超越することになる。 この急激な抜擢は、自社勢力の鎮圧や、飲料支配のため、東国武士団を率いる義友の武力を必要とするトヴバインとの結びつきによるものとみられ、それは、石管化を背景とするため義しらとの対立を意味していた。92年、1155年、ため義の移行を受けて東国に下校し勢力を伸ばしていた弟の義方を、長男、義平に打たせ、 対抗勢力を排除して、万道における地位を固めた、大倉合戦。このため、もう一人の弟、頼方が復旧のため品の国に下り、頼方と合戦になりかけるなど、吉友、ため吉の対立は、修復不可能な事態となった。大倉合戦は、とでは問題にされておらず、その背景には、武蔵守であった、藤原信頼の黙認があり、 摂棺家に属するためよしの抑圧があったとも見られている。なお、従来吉友ともはためよしの着手とみなされていたが、最近では会位の問題等で、吉友ともがためよしの着手であったのか、疑わしいとの見解が示されている。吉友ともは、坂東で勢力を伸ばす際当初は、父が使えていた摂棺家寄りの姿勢を見せていたが、吉友ともの基盤である。 相模国等が、賭場院の治業国になるなど、東国において、勢力を伸ばすには義朝が、賭場法王に禁する必要があり、それが摂棺化に仕える父とは距離を置くという結果に、繋がったとの説もある。そのため、義朝の東国での動きを牽制するために、使わされたのが、弟の義方であると言われる。またやがて義方も、着死の座を追われてその弟、 頼方がためよしの着手の座についていたとの見解もある。方言元年、1156年7月の方言の乱の際に、ストクジ方の父、ためよし、弟の頼方た、めとらと田元はをち、後白ら天皇法として、東国武士団を率いて参陣した。平野清盛と共に、作戦の場に召された義友は先制攻撃、野衆を主張し、頭をかきむしりながら、 新勢と共に躊躇する関白、藤原忠道に対して決断を迫った。攻撃の命が下ると、吉友は坂東での四合戦では、長家の咎めを恐れ、思うようにならなかったが、今度の戦は追悼の戦時を受け、心置きなく戦うことができると、官軍として赴くことに喜び遺産で人死、戦況を逐一報告するなど、後白河法の中核となって戦った。 乱は、後白河天皇法が勝利し、敗者となったためよしは、義友のもとに出頭した。方言物語には、義友が、自身の先行に変えて、父の除名を訴えたが、神税によって却下され、父や幼い弟たちを切ることになる悲劇的な場面が、詳しく描かれている。7月30日、船岡山村のあたりでためよしとその子らは、義友の手により処刑された。 父を殺した義友は、親の首儀劣と、世のそしりを受けたという。乱語、恩賞として、右馬言の神に任じられるが、不足を申し立てたため、左馬頭となる。義友の除名嘆願にもかかわらずためよし、より方ら親兄弟の多くが処刑され、また左馬頭人間ですらも、清盛と平家一門への待遇と比べて相当、見劣りすることから大いに不満を持ったとも言われていた。 しかし清盛は、少年の頃より、新王にも等しい待遇を受け、十一歳で玄服と、同時に除釈されて、十五位下、十七歳にして、すでに十四位下にまで下位を上げ、方言の乱の十年も、前に正四位下となり、苦行の地位の一手前にまで達しており、対して、方言の乱の直前に除釈されて、十五位下、下野守となりようやく受領レベルとなった。 義友の地位にはもともと大きな開きがあり、恩賞の差に不満を抱いたという説明はあまり妥当とは言えない。また、左馬頭はその以下以上に部門にとってはそれこそ、武士の頭領にも筆されるほどの重要な官位であるから、それへの任官は妥当、むしろ破格の恩賞であるという意見も近年では提示されている。また、ためよしの処刑はあくまでも彼らを、 無本人と断じた朝廷の採決であり、清盛も、また敵側についた同族を丁明により処刑しており、このことへの義朝の不満が平治の乱につながったという、味方にも疑問が呈されている。平治元年12月9日、1160年1月19日、義朝は、源の水安、源君、源重成らと共に、藤原信よりと組んで、 小白河院の信人厚い新税らがいると目された三条殿を襲撃する。平時の乱の原因として、旧来の説では先に触れたような、平時物語の記述を資料に、方言の乱での清盛との恩賞の格差に、吉友が不満を抱いたという現時代、平家の因縁説、縁談不成立などによる新への礼遇縁懇説、その結果、同じく、 神勢を憎む藤原信頼と組んだなどと吉友の動機を中心に説明されることが多かった。また信頼も、平時物語には、文にもあらず、武にもあらず、能もなく、また芸もなし。ただ超音に飲み誇り手と酷評されており、具観賞でも同様である。しかし、そのような通俗的理解は、竹内理蔵や元木康夫の研究により見直されている。また、 信頼に従った武士たちも、義友のみではなく、それぞれの独立して、各検問に仕える武家が、自分の意志で信頼についたのであって、義友の指示で、信頼法についたわけではない。平時の乱の原因は、実際には、後白河陰性派と二条天皇神聖派の対立、そしてその両派ともに、阪神勢グループがいたこと、それらを後白河がまとめきれなかったことにあるとされる。 義友と藤原信頼の関係も、新税肉子の一点で結びついたという説は、理解しやすいものの、義友が信頼に従ったのは信頼は義友が、南関東で勢力を拡大していた時の武蔵、守で、その後も、治療国主であり、義友の武蔵国への勢力拡大も、突然の十五位した、下野守への地目も、信頼らの支援があってのことと思われる。 信頼はそうした武蔵国を中心とした地盤から、方言の乱により、石関化家政機構の武力が解体した後においては、それに代わって、関東の武士たちを経の公下社会に供給できる立場に、あった。三条殿を襲撃し、逃れた新勢を倒して、以降、信頼が政局の中心に立つ。信勢追悼の恩賞として義友は、針馬守に任官し、その後、 よりともは右、衛餌に任せられた。しかし、神勢を倒したことによってもともと神勢憎しの一点だけで結びついていた、小白川陰性派と二条天皇神政派は結束する。理由もなくなり空中分解を始める。そして今度は、藤原信頼と二条天皇神政派との反目が発生する。離教していた清盛は、勝者、信頼に侵入する素振りを見せてとに戻るが、 その後、二条天皇神聖派らの暴略によって二条天皇が清盛六波堤に脱出し、形成不利を察した後白河上皇も仁和寺に脱出する。この段階で義朝はすべての梯子を外された形となった。藤原信頼らに当初同意していた三つ安はもともと二条天皇神聖派であるため信頼陣営から離反。 源頼政も、信頼陣営から距離を置き定心たちも続々と、六原に出向いたため清盛は、官軍の地位を獲得した。こうして、一転属軍となった信頼。吉友らは討伐の対象となり、ついに12月27日、2月6日に、京中で戦闘が開始される。平家らの官軍に、兵数で大幅に劣っていた、吉友軍は壊滅する。その後、 信頼を見捨て、息子の吉平、友長、頼朝、一族の源の義高、陸奥郎義高、平賀義信、源、茂成、沢渡茂成、家臣で乳兄弟のか田正明、斎藤佐盛、渋谷近郎丸らを伴い東国で、勢力挽回をずべく東海道を下るが、その途上旅重なる、落武者への追悼隊との戦闘で、友長、吉高、 重成なりは深手を追い命を落とした。また頼朝も一向からはぐれて捕らえられ、吉平は別行動で北陸、または東三道を目指して、一旦離脱するが、再び京に戻って潜伏し、生き残っていた吉友の老党、シリング内京清と共に清盛暗殺を試みるが失敗する。吉友は馬も失い、裸足で終わり国の間、 現愛知県北郡三浜町にたどり着き、聖清の州都で、年代の家人であった、長田忠宗とその子、慶治のもとに身を寄せた。しかし四章目当ての長田不死に裏切られ、入浴中に襲撃を受けて殺害された、平治物語。去年十八、聖清も酒を飲まされ殺害された。刑を脱出して三日後のことであった。区間賞によれば、 長田不死の陰謀を察知した義友が正清志に自らの首を打つよう命じ、斬首した後に正清志は自害したとされる。年が明けた正月九日、両名の首は獄門にかけられた。伝承によれば、義友は入浴中に襲撃を受けた際、最後に我に木立の一本なりともあればと無念を叫んだとされる。義友の墓はその終焉の地である。 野間大坊の境内に存在し、常期の古事にちなんで、多数の木刀が備えられている。また、境内には、義友の首を洗ったとされる池がある。平賀義信、斎藤佐盛は、無事に落ち延びることに成功する。義信は後に頼友の挙兵に従って、鎌倉幕府の有力御家人として、生涯を、全うし、一方佐盛は、平家法について、 源氏法と戦うことになる。父や弟たちを滅ぼし、川内原氏内での優位を確立してからわずか3年で、死を迎えるが、吉友が東国に築いた地盤と、着死頼朝に与えた高い身分は、後の頼朝による挙兵の成功、ひいては鎌倉幕府成立への礎となった。日付は旧暦、年齢は数え年。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。